本願寺堺別院は、大阪府堺市堺区に所在する浄土、新州本願寺派の寺院。別名は、堺古坊。本尊は、南深市に高如来。本堂、三門等多数が、有形文化財となっているほか、堺県庁跡として、史跡指定されている。当時は1470年歌式や道県が連女に、恋、1476年より造営され当初は、 新商院として始まった。その後京都、山品本願寺に移築され、堺坊社が再建された時期は不明だが1728年に本堂を重修。1778年に、連如堂と廃堂を建築するも1798年に、表門と修郎を除き、本堂、広間、台所等を消失した。1822年に本堂を再建。 1871年から東房は、堺県庁舎として1881年まで使用された。2019年2月22日、以下が、堺市から有形文化財指定を受けた。1871年から、当時は、堺県庁舎として使用され、宿院町東2町に、代わりの寺を建て移転した。その後政府方針から、大阪府を拡大する方針が示され、 1881年に県域を併合されるとともに返還された。大阪府から堺県庁跡として史跡に指定されている大阪府堺市堺区新名町東山町1の10。ありがとうございます。